壁画の旅。岩崎、ハジンの防空壕壁画を見に行きましょう。千葉市長探検ツーリングの第6弾は、千葉県館山市にある防空壕壁画を探検します。情報では、作者の岩崎ハジンは、東洋思想の影響を受けた独自の水墨画により高く評価されてた人物です。どのような作品か見てみましょう。千葉北インターから館山まで高速で1時間14分です。高速を降りて海沿いに走ります。ここら辺と思うところに到着しました。本当にここで良いのか、不安です。雑草が茂っています。かなりヤバそうな雑草地帯です。ここまで来たのだから、長靴に履き替えて進むことにしました。蛇が出そうです。長靴でよかった。奥まで進むと行き止まりになります。これ以上は進めません。とりあえず、近くの人に聞いてみることにしました。防空壕壁画を見てみましょう。持ち主のおばさんに、きちんと説明をして、壁画を見せてもらうことにしました。壁画は裏山にあるそうです。知らない人が勝手に入ると、怖いので、塀を作ったそうです。ここが、防空壕壁画の入り口です。懐中電灯を準備しましょう。それでは、中に入りましょう。昼間でも中は暗いです。まず、入ったら、横になっている女性の裸の壁画が出てきました。色使いが綺麗です。黄色と緑と白のバランスがいいです。こちらは、何かの顔に見えます。抽象画ですね。インクが剥がれかけています。かなり傷んでいますね。奥は真っ暗です。LED ライトでも見えにくい。壁一面に、抽象画が描かれています。すごいです。横穴には、月と太陽が描かれています。奥にも、女性の絵があります。行ってみましょう。全体的に明るいタッチで、描かれています。ハジンの心の高ぶりを感じます。この絵は、女性の妊娠をイメージした絵に見えますね。天井にも黄色い女性の絵があります。あ、ライトが消えた。すぐについてよかったです。女性と蛇の絵があります。創世の書に書かれているイブを騙してリンゴを食べさせた蛇を思いました。光が入ると幻想的です。それでは隣の部屋に行きましょう。こちらの部屋は前の部屋と違ってドクロの絵が描かれています。入り口から天井まで白い女性の絵が書かれています。なぜか隣にはカニがいます。
骨が並んで書いてあります。前の部屋とは対照的です。前の部屋が誕生で、こちらの部屋が終末を表しているのでしょう。魚の色使いが暗いイメージです。になっています。以前、アメリカの彫刻家、ニキッド・サンファルで、似たような描写を見ました。歌人の書いたものでしょう。天地道場、万物一体と書かれています。誕生から死まで、全てのものは一つであるということでしょう。これが歌人のテーマだったのでしょう。側から外に出ましょう。出口にもドクロの絵が描いてあります。これで防空壕壁が終わります。皆さんも堪能できたと思います。今回のツーリングでは岩崎歌人の壁画を堪能してきました。ただし壁画は侵食が激しいこともわかりました。有名な画家の作品なので、今後も作品が残っていることを願って、家路に着いた。注意、岩崎歌人の防空壕壁画は、個人宅の裏山にあるので、勝手に侵入しないでくださいね。